Thank you それでは2段目に行きたいと思います。で、一番最後にここ3目になるように調節したと思うんですけれども、あの、1個左にちょっとずらしたいと思います。引き抜き編みで、この引き抜いたところのすぐ隣のところに入れて、ちょっと1回あの、端っこのところに、端っこからちょっとずらしますね。で、こっから鎖を1つ立ち上げて、まずずらしたところの根元のところ、 ここに細編みを1回編み入れますで、それから細編みの頭につけておきますはい、で、今度からなんですけれども今度からがえっと細編みを編んでから鎖を3回編んで1、2、3で、編んだら編んだ分の細編みを飛ばします 入れたところここですよねその隣から123と3つ分の鎖分を飛ばして4目目ここに細編みを編み入れますでまた鎖を3回ですちょっとねこの鎖をあまりきつくするとキュッとなってしまうので普段よりちょっとあの気持ち大きめに編んだ方がいいかなと思います で入れたところの隣から数えて1234目目4目目の細編みの頭に細編みを編みますでちょっとキュッと締めてみてくださいでこっからまた123で3目目開きます123目目開けて4目目のところに細編みを編みますで鎖が3つで ここだったので、1、2、3と開けて、4目目のところに細編みで鎖が3目で、1、2、3、4目目のところに細編みっていう感じで端まで行きたいと思います。はい、ずっと端まで編んできました。で、ここのところがえー、っとここですね。 1> 1 3目とここが端っここここにに編み入れたところになるんですねここまで。っていうことはあともう2目開けて次の目のところに細編みを編まなきゃいけないので3目開けるんじゃなくてここのところは2目分なので鎖を2回編みます。で2目開けて次の最後の目に細編みを編むっていう感じになります。はいで次 次はこの角のとこから始まるんですけれども鎖をですね今度4回編みますね12344目分開けてこの角のところ123ここのところがもう鎖にこうなるような感じにしたいと思いますで3目開けた4目目っていうともうここのとこですね角の次のところここに細編みを編みます鎖3目分、ま、飛ばしたとこですここのとこ。 はいでこっからまた同じです鎖を3つ編みましたでまた1234目目のところに細編みを編むで鎖が3つで1234目目のところに編むっていう感じで進めていきたいと思いますこの角だけ4目ですでもしもここでなんかちょっと目数がおかしいなとか まあ3目目じゃない感じになったら私今これ2目でこうつないだと思うので2目でも全然大丈夫です、うん、4目ぐらい3目なんですけれども4目とか2目とかだったら鎖でつないでも大丈夫なんですけど5目ぐらいになるとちょっと穴が大きくなるのでまあそこのところは臨機応変な感じに対応していただければいいかなと思います、まあ、少々そんなの全然わかんないので OK です <laughs> そんな感じで、あのー、あまりそんなきちんとも全然しなくてもいいので1234まあこんな感じで編み入れていっていただければいいかなと思います1234はい上からずっと下まで編んできましたでこのダンスマーカー今ちょっと分かるようにつけてあるんですけれどもこっから3目がとこの角の。 ところの鎖3目になりますでそれまでがまあこんな感じで編まなきゃいけないんですねで鎖3目のところがえっとまあ鎖4目になりますよね先ほどのこっちの方で編んだのではそうだったと思うんですけれどもその1個手前鎖3目の1個手前がここは細編みにしたいのでそうするとここの間が12345目になっちゃうんですね でかなり空いてしまうのでもうここのところは先ほど2目で調節したと思うので鎖を2回編んで2目分飛ばして3目目に細編みで鎖を2つ編んで123目目に細編みというふうな感じでちょっと調節をします。はい こんなな感じになるのでちょっとね間間でこの最後のところがちょっと違ったりかもするかもしれないんですけれどもあのこんな感じであの調節をしてみてください。はいでこっから鎖3目のところが4目目分の鎖になるので1234と鎖を編みました。で1 こうですね。ここなので、1、2、3目飛ばした4目目のところ、このところに細編みを編みます。はい。で、これが角のところになるので、ここのところにまたその上の段に編み入れていきたいと思いますね。はい。それでは、またここから端まで同じです。鎖を3目作って、で、1、2、3、4目目のところに細編み。 鎖を1,2,3目作って、で1,2,3,4目目のところに細編みっていう感じで端までずっと編み入れていきたいと思います。はい、ぐるっと1周編んできました。であともう2目ですね。ここ残ってるのでここのところはもう2目で調節します。で1,2,3目目のところに。 細編みを編みます。で角のところ三目あるんですけれども、一二三とあるんですね。ここのところが鎖をつ分です。角のところだけ四つで最初の細編みの頭に入れて、そして引き抜きます。はい、これで周りの二段目が終了です。で私はですね。まあこっちと。 で反対側の方はこんな感じで最後は2目になったりとかで下の方ですねこっちの下の方ここのところは2目2目でやってますここが角なんですけれどもここ,が2目でここが2目でここが2目でここからが3目になるんですけどちょっと調節するためにそんな感じになりましたはいでまあ皆さんも調節していただいたらいいかなと思います で次はでですね3段目こここのところに長編編みを編んでいこうと思いいますはい、それでは次上の段ですけれども角のところにえっと長編みが4回で鎖が2回長編みが4回っていうのを角のところに編みます。で角のその次が細編みにしたいのでいきなりここのところは、えー、っとまあ、そのままスポット次のところに入れて。 引き抜き編みでちょっと一回移動します。はい。で移動したら鎖を一つ立ち上げてここのところで細編みを一つ編み入れます。で段数マーカーをつけておきます。はい。でその次、その次が長編みが6回です。次のあの鎖の3目のところに長編みを6回。 一回,編み入れます回2回で三回四回5回で6回編み入れましたそしたらその次その次が細編みになりますこの繰り返しです。 6目入れて細編み6。目入れて細編みっていう感じで、あの端まで。編んでいきます。はい、端からずっと編んできました。で、ここにこんな感じで6目入れてその隣が細編みになるんですね。で、あともう一つ隣ここのところにえっと本当だったらこの。 6目の模様を入れなきゃいけないんですけれどももう端っこの角に来ちゃうのでもう仕方がなくその次も細編みにしちゃいたいと思います多分次下の方もそうなると思うんですけれどもちょっと私はねここのところでちょっと結び目があったのでちょっと切ってこうやってるんですけれどもそうですね細編みを続けて2目編んじゃいますここは2目だったんですよ 3目だったかな細編みと3目ですね細編み3目のところに細編み、えっと、鎖3目のところに細編みで次が2目しか鎖を編んでいないところなんですけどここのところも細編みにしちゃいました。はいで角のところにここに来るのでここが長編みが4回になります。1回目2回目。 3回目4回目4回編んだら鎖を2つつけますそしてちょっとやりにくいですけれどもちょっと私これよいしょ端が長いので結構重たいですよね下にずっといっちゃうのでここでまた長編みを4回編みます1回目2回目 3回目で4回目はいこんな感じになりますここのところちょっとね間がちょっとだけ空いちゃうんですけれどもまあこんな感じでいきたいと思います、はい、でその次その次の鎖のところが端の次はもう細編みになるのでここを細編みにしちゃいますでするとちょっと最後のところもこんな感じで余っちゃうかもしれないんですけれどもまあ そういう時には細編みを2つずつ続けて、端のところは絶対。この編み方にしたいので、端はこんな感じで編み入れます。続いてここのところもね。あの長編み2。目でこう繋げてもいいんですけれどもどっちでも大丈夫です。お好きなような感じで、これでもあのそんな。違和感なくできるので。ですね。これであとまた長編み6目。目次のこの鎖のところに入れてで次が細編み。 で、長編み6。目を入れて次細編みっていう感じで、下までずっと編んでいきたいと思います。はい、上の方からですね。ずーっと下まで編んできました。で、またですね。同じような感じで、ここのところがまあ細編みになりますよね。今も弱みを編んだので。で、その次は本当だったらここ模様編みになるんですけれども、この端っこに来てしまうので。 ここのととろも細編みにしちゃおうかなと思いますすごくあの飛んじゃうんですけれどもこんな感じにしてでここの端っこのところに長編みを4回編み入れるってやつですね。1234で鎖が2つ。 でまた4回編み入れるっていう風な感じにここはしちゃいたいと思います多分ねもうずっと端っこはそうなるんですよねちゃんとはならないのであの目数が違う方は多分ちゃんとなる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもうーんですねー1234はい編めましたで次のところは細編みになります でまたここから長編みが6個目入れるっていうふうな感じで始まっていくのであのー、もしもこんな感じでつないでここを入れてあと2つ残ってるんだったらこんな感じで細編みで仕上げてみてくださいあんまりっていうか全然わからないのでこんな感じですね、はい、あともう1目ここ増やしたりとかでも全然大丈夫ですしうん あとこ、うん、うん、まあはいこんな感じですかねでもこれでも全然わからないのでまあそういう感じで一周ぐるっと編んでみてくださいで終わりになりますあと糸処理して終わりですねあともうちょっとなのではい頑張って編んでみてください はい。ぐるっと一周編んできました。で、ここのところも最後ね、こんな感じで鎖、細編みが2目入ってます。全部そうなんですけれども、こんな感じで、と一番最初に編んだ細編みの頭、ここに引き抜きます。これで終わりですね。よいしょ。で、キュッと締めて、これでできました。はい。 はいそして編めたらですね次は糸処理をしていこうと思います私はこれだけ残りました、うん、足りるかどうかなと思ったんですけど、まあ、6玉目も足りたので良かったなと思いますはいそしたら糸処理できる分残して今カットしましたで抜いてもらって。 こっちが表になるのでまた細編みの頭に入れて裏にちょっと出しておきますはい。で裏で糸処理をしていこうと思いますはいではですね私糸処理する箇所ってまぁつないだところまあ5玉6玉目いったので6玉分のつないだところとたまになんか結び目があったりとかしたところがあるのでその部分だけですね あまりそんななないいいのでかったなと思いますはい、それではとまずこれ編み上がりのとこなんですけれどもまたこういったしっかりしているところにもう一回また戻します。で1目戻ってでちょっと遠くの方に飛ばすような感じでこっちに入れた方がいいと思うので。 ちょっと伸ばしつつ遠くに飛ばしそうと思いますこの細編みのとことか一番しっかりしてますよねこの裏とかにシュッと入れてちょっと伸ばしてこれでまず1箇所できましたはい。で次どこですかね結構ね編みくるんだとことかもあるので このところとかは編みくるんでやっちゃいました。これをここまでにしとこうかな。編みくるんでしてこんな感じになってるので、ちょっとここのところ飛んじゃってるのでここでカットしますね。このところでカットしました。あとこういったところですよね。後ろのところ。後ろじゃない。これ表の方か。 これ表に出てる方なんですけどこっちが表で裏なのでこれをですねもう2本一緒にしちゃおうかなと思います。 こんな感じで後の箇所も糸処理をしてあとあのボタンつけなきゃいけないのでなのであとボタンつけて終わりになるので糸処理を最後にしてみてくださいはい糸処理も全部終えてきましたでここにダンスマーカーついてるんですけれどもこれがマーガレットのまあ脇の方になりますマーガレットなので、まあ、これをですねぺきっと半分に折って ここからボタンつけて、まあ、ここはあの背中とか首の方ですよね。でこっちをこういった感じにまたあのボタンをつけるのでこれがお袖になりますここのところ。だからこの脇のとこに、まあ、一番脇の近くにボタンを止めたいとこですよねここにダンスマーカーを私はつけてあります。 で、これの段数マーカーっていうのが、ここが一番端っこの角になるところなんですけれども、角の隣から数えて、1、2、3、4、5、6、7、7つ目です。で、反対も7つ目のところに、あの、これ、段数マーカーをつけてあります。で、使うボタンは、ダイソーさんのこれですね。木製ボタン。これをもう使っていこうと思います。これ、いっぱい入ってるので、これですね。 2.5、うん、サイズ中サイズの直径約1 5ミ、mm、リこれを使っていこうと思いますで一番端っこに入れるのとなので5個ぐらいがいいかなと思うんですよでこれはいっぱい入ってるボタンなので5個使っていこうと思いますこんな感じうんこんな感じですねで入れる場所はここに 入入れれるる場所はここにこにう入れようよかなと思ってるので、まあ、これもご自分ののお好みのこっちでででももいいですでもこれだとこの大きさのボタンだったら合わないのでこっちにあるんだったら1 8ミ、mm、リぐらいのボタンがいいかなと思います。2cm もなるとすごく大きくなるのでまあ、1.5か1.81.7ぐらいのボタンがいいかなと思うのでまずはまあご自分で位置をですね決めていただいてでは次に。 このボタンをつけていこうと思います。はい、それではととじ針、すごくこれ一番細い多分とじ針だと思うんですけれども、それに同じこの中細の糸を通してあります。で、まあ何でも糸は大丈夫です。あのもしもあのとじ針でされる方はこのご自分のボタンにこう通るような感じの、えっととじ針ですね。それでされてやってみてください。 でまたあの段数マーカーをですね均等にこんな感じでつけておきましたまあ一番最初の左端、えっと、これだった右端になるんですけどここにまずつけてであとまあ等間隔な感じで最後はここですねなるような感じにしておきましたではこっからですねボタンをつけておきます私はここのところがこんな感じでなるようにしたいのであの反対側も一緒なのでこの上ら辺に来るようにこの辺りです、ね ここにつけていこうかなと思います。 はいこんな感じで1つ付けれたのであともう1234個4つですねこれをつけていきたいと思いますで一度はまるかどうかですねこのところがこうなるのでこんな感じですこういった感じでなるようにでは全部つけていきます はいボタンをつけてきましたこんな感じです5つつけてこういった感じで色も合ってますよねこのボタンとちょっと白っぽい方が合ってるかなと思いますでどうまあマーガレットとして使うときにはここに体があってまあ腕を通すっていう感じで使っていただいたらいいしあの寒い時首周りにちょっと巻きたいなっていう時にはまあいろんな巻き方ができるのでこうやってして まあ、こんな感じで巻いたりちょっと今おかしいんですけれども <laughs> こういった感じで、まあ、巻いたりとかもできるしいろんな使い方ができると思うんですよね。でこのボタンを取ってもらって、まあ、肩に羽織ったりとかもできるし膝掛けに使っていただいたりとかもできるしこれはあのアクリルで編んでいるのでちょっと冬とか、まあ、春先とかにかもしれないんですけれどもこれをあのコットンで編んでいただければあのオールシーズン、まあ、冬はちょっと。 まあ冬はちょっとあれかなとは思うんですけれどもいけるかなと思いますこんな感じですねでもうちょっと身幅をもうちょっとあの長くすればもうちょっとゆったりと着れるかなと思うんですけれどもまあ、薄手のものに羽織るっていうもので想定をしているので腕のところあのニットとか着た時にはきついかなと思いますなのでもうちょっとあの長さを増やしていただければいいんじゃないかなとはい思います はい今回はこんなスリーウェイニットを編んでみました。この動画が良ければ高評価それからチャンネル登録もまだの方は是非よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。